こんにちは、たまもんです。今日も看護学生生活の難易度を下げる情報を発信します。今日は術後の生体反応について解説します。術後の生体反応も含めて、これは術後の看護に影響していきます。術後看護は国家試験によく問われます。そしてめちゃくちゃ重要です。術後看護、過去10年で問われた回数は12問です。そして状況設定が多いので、18点も問われています。その術後看護で特に問われるのが術後合併症です。もうこれが大半です。そしてこの術後合併症の多くはですね、術後の生体反応が影響しています。厳密には術後の生体反応とその人の危険因子、これが重なることで術後合併症を招いている場合があります。ということは、術後の生体反応をしっかり理解しておかないと、一部の術後合併症の理解は難しくなります。ということで、術後の生体反応をしっかり理解しておきましょう。今回の動画では術後の生体反応のバイタルサインがわかります。暗記ではなく、なぜこれが起こるのかがわかります。そして今日はホルモンたくさん出てきます。1回で覚えるのはなかなか難しいと思いますので、何回も見て覚えていきましょう。そしてそのホルモン、なぜ分泌されるのか、それがわかります。では行きましょう。まず生体反応の定義です。これは手術侵襲、つまり手術によって体に傷を入れます。これによって起こる反応です。前置きとしまして、人間は体を一定に保とうとする働きがあります。例えば暑いところでは汗をかいて体温を上がらないようにしています。逆に寒いところでは筋肉収縮や体を震えさすことで熱を作ります。こういう一定に保とうとする働きをホメオスタシスと言います。そしてこのホメオスタシスを担っている中枢が視床下部です。それでは術後の生体反応の経過を見ていきましょう。術後の生体反応は障害期、その後転換期、同化期、脂肪蓄積期となります。障害期では危機的な状況になります。そしてこれは術後2日目から4日目まで続きます。その後転換期はこういった感じになっています。黒字にしているってことは、あんまり国家試験問われません。大事なのは障害期です。なのでこの動画ではほとんど障害期について取り上げます。障害期のバイタルサイン、これは国家試験でもたまに問われますし、何より実習でも結構問われます。血圧が上昇します。脈拍数が増加します。血糖値が上昇します。体温が上昇します。尿量は低下します。腸前動温は減弱します。他にもいろいろあるんですけども、メインのところで言うとこんな感じです。ただし皆さん、暗記しないでください。理解してこれらを導けるようになってください。先ほどのバイタルサインになる背景には、交感神経優位、サイトカイン分泌、様々なホルモンの分泌が関わっています。それでは交感神経優位から見ていきましょう。そもそも手術は体に大きな傷がいきます。これは生命の危機的状態です。すると視床下部が全身にエネルギーを作るように命令します。ではエネルギーを作りましょう。ということで、細胞は糖と酸素をもとにエネルギーを作ります。ちなみに糖というのはいろんな種類あるんですけども、この動画での糖はグルコースやと思ってください。そして術後はより多くのエネルギーが必要です。体に傷がいっているので、回復するためにたくさんのエネルギーが必要なわけですね。ということは、より多くの酸素、糖、つまりグルコースが必要なんです。さらに酸素や糖があっても、これをちゃんと細胞に運ばれなければ意味がありません。ということで、酸素、糖を届けるには血圧が必要なんです。ということで、術後たくさんエネルギーを作らないといけません。そのエネルギー産生に必要な要素が3つありました。1つ目糖、2つ目酸素、3つ目血圧です。そしてこれらをたくさん作って細胞に届けるためにも、血糖値は上昇します。呼吸は促進されます。それによって酸素をたくさん取り入れます。そして血圧も上昇します。
そしてこれらの反応は交感神経が優位になると起こります。そんな交感神経の主な作用がこちらです。血圧が上昇します。脈拍数が増加します。血糖値も上昇します。そして気管支が拡張することによって呼吸が促進されます。消化管運動は抑制されるので腸蠕動が低下します。すると聴診で腸蠕動を聞いてもあまり聞こえないです。続いてはサイトカイン分泌です。多分あまり聞き慣れないのではないかなと思います。サイトカインというのは体に危険を知らせる物質の一つです。ちなみに他にはヒスタミンとかいろいろあります。細胞が障害されるとマクロファージなどからこのサイトカインが分泌されます。手術ではより多くの細胞が傷つきます。よってサイトカインが多く分泌されます。そんなサイトカインが体温調節中枢である視床下部に作用します。すると視床下部は免疫活性化のために体温を上昇させます。よってバイタルサインでは体温がちょっと上がるんですね。ただし38度を超えることはないです。だいたい37度半ばぐらいまでです。続いてはホルモン分泌です。そしてこれがいろいろあります。生体反応では血糖値が上がります。そして血圧が上昇します。そんな血糖値上昇や血圧上昇に関わるホルモンがこれらです。多いです。ということで3つのグループに分けます。まず1つ目のグループ、成長ホルモン、グルカゴン、コルチゾール、これらは血糖値を上げるホルモンです。1つずつ見ていきましょう。まず成長ホルモン、これは下垂体前葉から分泌されます。成長ホルモンはインスリンの作用を抑えます。ということは血糖値が上昇するんです。そんなインスリンは血糖値を下げる唯一のホルモンです。軽く復習しておきましょう。血液中の糖を細胞に届けるのがインスリンです。これによって血液中の糖は少なくなりました。つまり血糖値が下がるんです。また余分な血液中の糖は肝臓や筋肉、脂肪に貯蔵させます。ちなみに糖というのはグルコースのことです。肝臓、筋肉に貯蔵されたグルコースはグリコーゲンになります。続いてのホルモンはグルカゴンです。グルカゴンは膵臓のアルファ細胞から分泌されます。肝臓、骨格筋にあるグリコーゲンを分解します。グルカゴンはグリコーゲンをグルコースにして血糖値を上げるんです。3つ目はコルチゾールです。コルチゾールは最初から分泌されるわけではありません。まず下垂体前葉から副腎皮質刺激ホルモンというホルモンが分泌されます。名前の通り副腎皮質を刺激します。副腎というのは腎臓の上の方にあります。その副腎の外ら辺が副腎皮質です。この副腎皮質ホルモンがコルチゾールの分泌を促すんです。コルチゾールは骨格基を分解してアミノ酸を作ります。また脂肪を分解して脂肪酸を作ります。このアミノ酸や脂肪酸は肝臓でグルコースになります。よって血糖値が上昇するわけです。続いては血圧上昇について見ていきましょう。こっからさらに難しくなっていきます。しっかり理解していきましょう。そもそも血圧というのは血管の壁に与える圧力のことです。血圧の公式があります。それは心拍出量かける末梢血管抵抗です。そして心拍出量は細かく見ると1回拍出量かける心拍数です。この1回拍出量に関わる因子が心収縮力と循環血液量です。今回関係するのは循環血液量です。循環血液量が多いほど血圧が上昇します。もう一つ、末梢血管抵抗とは何か、これについて見ていきましょう。末梢血管抵抗は血流に逆らう力です。
そしてこれを規定する因子にはいろいろあるんですけども、今回関係しているのは血管壁の厚さです。血管の壁が厚いと白出の勢いがある時に壁にぶつかります。ということは血管の壁が厚いほど血圧が上昇するんです。ここまで大丈夫でしょうか。まとめるとこうです。血管収縮すると血管の壁が厚くなります。よって血圧が上昇します。ここでは血管収縮イコール血圧上昇っていうのを分かっておいてください。それではいよいよこれらのホルモンが血圧上昇にどう関わるか見ていきましょう。まずアンジオテンシン2、これは血管を収縮させます。これ先ほど出てきましたね。血管収縮イコール血管壁が厚いイコール血圧が上昇するってことです。さあここがより難しいです。アルドステロン、バソプレシン、これは循環血液量が上昇します。これによって血圧が上昇します。その前提として腎臓の役割について知ってください。体に吸収された水分の一部は血液になります。そしてその血液の一部は腎臓で尿として捨てられます。つまり尿として捨てられることで循環血液量の増えすぎを防止しているんです。しかしアルドステロン、バソプレシンは尿量を減少させます。結果的に循環血液量が増えます。ということは血圧も上昇するというわけです。ではアルドステロン、バソプレシンがどのようにして循環血液量を増やしているのか見ていきましょう。まず腎臓の仕組みについて知ってください。腎臓には糸球体と尿細管があります。片方の腎臓に100万あると言われています。そして糸球体に流れた血液の一部はこの糸球体でろ過されます。厳密には赤血球、白血球、血小板とタンパク質以外をろ過します。そしてろ過された物質はこの後の尿細管を通ります。図の黄色い部分ですね。尿細管の周りには血管があります。尿細管で必要なものは必要な分だけ血管に戻します。これを再吸収と言います。例えば糖やナトリウム、カリウム、カルシウム、水分とかは再吸収されます。そして尿細管で再吸収されなかった成分が尿として出ていくというわけですね。ここまで大丈夫でしょうか。そしてここからアルドステロンの話です。アルドステロンはそんな尿細管の後半らへんに作用します。厳密には遠位尿細管、集合管にアルドステロンが作用するんです。ではどう作用するのか。アルドステロンは遠位尿細管、集合管でナトリウムを血管に戻すんです。そしてこのナトリウムについていくように水分も血管に戻ります。すると循環血液量が維持されます、もしくは増加します。ということはアルドステロンが多いとたくさん水分が血管に戻りますね。よって循環血液量が増えるので血圧が上昇するというわけです。そして尿細管にあった水分はもともと尿として捨てられる予定の水分でした。それが血管に戻ったので尿量は減少します。続いてはバソプレシンです。バソプレシンは集合管に作用します。集合管で水分を血管に戻します。アルドステロンはナトリウムでした。バソプレシンは水分です。つまりバソプレシンは水分を血管に戻すことで循環血液量を増やすんです。よって血圧が上昇します。そしてこれもアルドステロン同様に尿量が減少します。皆さんここまでよく頑張りました。最後はアドレナリンです。おそらくアルドステロンとかに比べるとまだ難しくないです。アドレナリンは血糖値や血圧を上げます。もう一回復習しておきましょう。血糖値上昇、呼吸促進、血圧上昇、これらによってエネルギーがたくさん作られます。そしてこれらの反応を起こすのが交感神経優位の状態です。
アドレナリンはそんな交感神経をより強めます。つまりバックアップするんです。なのでアドレナリンほぼイコール交感神経優位と思っておいてください。ということは血圧は上がりますし血糖値は上昇しますね。また気管支拡張によって呼吸も促進されます。それでは復習です。障害期ではこれらのバイタルサインどうなるでしょうか。尿量、体温、血圧、脈拍数、血糖値、腸前動音。それでは答えの発表です。まず尿量、これは減少します。アルドステロンやバソプレシンの作用で減少します。続いて体温、これは上昇します。サイトカインの影響で体温が上昇するんです。続いて血圧です。これも上昇します。交感神経が優位になることとか、あとはアルドステロン、バソプレシンとかいろんなホルモンが関わって血圧が上昇します。続いて脈拍数、これも増加します。交感神経が優位になるので脈拍数が増加します。またアドレナリンも関わるので脈拍数が増加します。続いて血糖値、これは上昇します。成長ホルモン、コルチゾール、グルカゴンなどが関わって血糖値が上がるんでしたね。最後は腸前動音、これは減弱します。交感神経が優位になると腸前動音を含めて消化管運動が低下します。よって腸前動音も減弱します。続いてはこちらの問題です。血糖値を上げるホルモンは何があるでしょうか。たくさんあったと思うんですけども、2つ以上上げてください。もちろん全てわかる方は全て上げてもらっていいです。それでは正解の発表です。正解はアドレナリン、グルカゴン、成長ホルモン、コルチゾール、副腎皮質刺激ホルモンでした。他にも教科書調べたらたくさんあるんですけども、国家試験に過去に問われているのはこれらのホルモンです。続いては血圧を上げるホルモンです。何があるでしょうか。これもいっぱいあります。なので2つ以上上げてみましょう。それでは答えの発表です。答えはアドレナリン、アンジオテンシン2、アルドステロン、バソプレシンでした。もちろん教科書を調べると他にもたくさんあります。まずはこの4つを覚えてください。それではこの後国家試験問題です。人間は覚えたことを思い出すことによって記憶に定着します。体温を調節しているのはどれか。1、胸。2、小脳。3、中脳。4、視床下部。それでは答えの発表です。答えは4番、視床下部でした。胸は呼吸中枢を担っています。小脳は姿勢の調節や運動の強調などを行います。中脳は錐体外露に関与します。低体温から回復するための生体の反応はどれか。1、発汗。2、震え。3、乳酸の蓄積。4、体表面への血流増加。それでは答えの発表です。答えは2番、震えでした。発汗は汗で体温を低下させます。低体温から回復するときは血管から熱が出ないように血管が収縮します。血管が収縮するので血流は低下します。乳酸の蓄積は熱と関係ないです。なのでわざわざ覚えなくていいです。昇圧作用があるのはどれか。1、インスリン。2、ワルファリン。3、アドレナリン。4、ニトログリセリン。それでは答えの発表です。答えは3番、アドレナリンでした。交感神経をバックアップします。なので血圧が上昇します。インスリンは血糖値低下作用があります。ワルファリンは抗凝固作用があります。ニトログリセリンは血管拡張作用があるので副作用に血圧低下が起こります。体温調節中枢があるのはどれか。1、胸。2、延髄。3、小脳。4、大脳皮質。5、視床下部。それでは答えの発表です。答えは5番、視床下部でした。胸と延髄は呼吸中枢を担います。小脳は運動の強調や姿勢の調整を行います。大脳皮質は
運動性言語中枢とか感覚性言語中枢を担います。交感神経の緊張状態はどれか。1、瞳孔の収縮。2、気管支の収縮。3、心拍数の減少。4、末梢血管の収縮。それでは答えの発表です。答えは4番、末梢血管の収縮でした。これによって血圧が上昇します。他にも交感神経の作用として瞳孔の三大、つまり三瞳があります。気管支は拡張します。心拍数は増えます。体温変化を捉え体温調節の指令を出すのはどれか。1、胸。2、小脳。3、視床下部。4、大脳皮質。それでは答えの発表です。答えは3番、視床下部でした。胸は延髄と一緒に呼吸中枢を担います。小脳は運動の調整を行います。大脳皮質は運動や感覚、精神機能を営む働きがあります。低血糖によって分泌が促進されるのはどれか。1、アルドステロン。2、テストステロン。3、甲状腺ホルモン。4、副腎皮質刺激ホルモン。それでは答えの発表です。答えは4番、副腎皮質刺激ホルモンでした。糖新生するコルチゾルを分泌するために上司であるホルモンの副腎皮質刺激ホルモンが分泌促進されます。アルドステロンは低血圧の時に分泌促進されます。テストステロンは男性ホルモンの一種です。こういう時に分泌促進されるっていうのはちょっと文献では見つけられませんでした。甲状腺ホルモンは代謝が下がっている時に分泌が促進されます。成人で高血圧と判断するのはどれか。1、136、84。2、134、86。3、124、88。4、122、92。それでは答えの発表です。答えは4番、122、92でした。収縮期血圧140以上、または拡張期血圧90以上のどちらかに該当すれば高血圧となります。副作用として低血糖症状を起こす可能性があるのはどれか。1、ジゴキシン。2、インスリン。3、フェニトイン。4、ワルファリン。それでは答えの発表です。答えは2番、インスリンでした。血糖値を低下させます。なので低血糖症状を起こす可能性があるんです。ジゴキシンは強心薬、つまり心収縮力を高める薬です。副作用におしんとか不整脈があります。ワルファリンは抗凝固薬です。副作用に出血傾向があります。フェニトインは抗転換薬です。副作用に運動失調などを起こします。ただ2週目にフェニトインをそこまで頑張って覚えなくてもいいです。ストレス下で分泌されるホルモンはどれか。1、カルシトニン。2、コルチゾル。3、バソプレシン。4、エリスロポエチン。それでは答えの発表です。答えは2番、コルチゾルでした。他にはアドレナリンもストレス下で分泌されます。カルシトニンは血中カルシウム濃度が高いと分泌されます。バソプレシンは血小浸透圧が上昇した時に分泌されます。つまり血小濃度が濃くなると分泌されるんです。エリスロポエチンは腎臓から分泌される造血ホルモンです。成人の安静時における所見で異常なのはどれか。1、体温 36.2 度。2、呼吸数12回。3、脈拍116回。4、血圧128、84。それでは答えの発表です。答えは3番、脈拍116でした。文献によってちょっと違うんですけども、60回から80回ぐらいが正常です。100回以上になると頻脈です。体温は36度から37度ぐらいが正常です。呼吸は12回から20回が正常です。24回以上になると頻呼吸となります。収縮期血圧が140以上、または拡張期血圧が90以上のどちらかに該当すると高血圧症です。または
どちらにも該当する場合でも高血圧症です。体温の恒常性を保つ中枢はどれか。1大脳、2視床下部、3胸、4延髄。それでは答えの発表です。答えは2番視床下部でした。視床下部は自律神経とホルモンの最高中枢です。なのでいろんな恒常性を担っています。大脳は運動とか言語の中枢があります。今日は呼吸中枢の一部を担います。延髄は呼吸中枢とか血管運動中枢を担います。ムーアの提唱した手術後の回復過程の第一層イカ期の生体反応はどれか。1尿量の増加、2血糖値の上昇、3脂肪組織の修復、4腸前動運動の再開。それでは答えの発表です。答えは2番血糖値の上昇でした。あらゆるホルモンが関わって血糖値が上がります。そして尿量はバソプレシンとかアルドステロンの作用によって減少します。そして循環血液量を保とうとするんです。筋肉も脂肪も胃下期では分解されます。そして胃下期では交感神経が優位になっています。なので腸前動運動は停止もしくは減弱しています。腎臓でナトリウムイオンの再吸収を促進するのはどれか。1バソプレシン、2アルドステロン、3レニン、4心房性ナトリウム利尿ペプチド。それでは答えの発表です。答えは2番アルドステロンでした。腎臓の遠位尿細管とか集合管でナトリウムを再吸収します。その時に水分も再吸収されます。ということは循環血液量が増えるので血圧が上がります。バソプレシンは集合管で水分を再吸収します。レニンはアンジオテンシン2の分泌を促します。あんまりと割れないんですけども、心房性ナトリウム利尿ペプチドは利尿を促します。なので血圧を下げます。低血糖によって分泌が刺激されるのはどれか。1アルドステロン、2テストステロン、3副腎皮質刺激ホルモン、4甲状腺ホルモン。それでは答えの発表です。答えは3番副腎皮質刺激ホルモンでした。この副腎皮質刺激ホルモンがコルチゾールの分泌を促します。そしてコルチゾールが血糖値を上げます。アルドステロンは血圧低下するとレニンやアンジオテンシンなどが働くことによって分泌されます。ちなみに副腎皮質からアルドステロンが分泌されます。テストステロンは男性ホルモンの一種です。血糖値とは関係ないです。甲状腺ホルモンは下垂体前葉から分泌される甲状腺刺激ホルモンによって分泌が促進されます。ただしこれも低血糖とは直接関係ないです。血圧を上昇させるのはどれか。2つ。1セロトニン、2ヒスタミン、3バソプレシン、4ブラジキニン、5心房性ナトリウムペプチド。それでは答えの発表です。答えは1番セロトニン、3番バソプレシンでした。セロトニンは血管を収縮させて血圧を上げます。ただこの問題でしか問われたことはないです。セロトニンといえばうつ病と関連が強い神経伝達物質というふうに問われることがほとんどです。そちらを覚えてください。そしてバソプレシン、これは腎臓の集合管の水分を再吸収します。ということは循環血液量が増えて血圧が上昇するというわけです。ヒスタミンは炎症の時に分泌されます。炎症伝達物質の一つです。血管を拡張させます。よって血圧が低下します。ブラジキニン、心房性ナトリウムペプチド、これらは血管を拡張させて血圧低下させます。ただこの問題でしか問われたことないです。なので問題集2週目で頑張って覚えなくてもいいです。水電解質の調節で正しいのはどれか。1循環血小量の減少はレニンの分泌を増加させる。2
抗利尿ホルモン ADH は尿浸透圧を低下させる。3、過剰な飲水は血中ナトリウム濃度を上昇させる。4、アルドステロンは腎からのカリウム排泄を減少させる。それでは答えの発表です。答えは1番、循環血小量の減少はレニンの分泌を増加させるでした。そして抗利尿ホルモン、これはバソプレシンのことです。尿浸透圧を上昇させます。浸透圧イコール濃度やと思ってください。つまり尿の濃度を上げます。というのも、集合管にある水分を血管に戻します。ということは尿の中の水分が減ります。よって尿が濃くなるんです。過剰な飲水をすると血液中の水分が増えます。すると相対的にナトリウム濃度が低下します。アルドステロンは腎臓に作用するんですけども、カリウムの排泄を促します。そしてナトリウムの再吸収を促します。二次性高血圧症の原因となるホルモンはどれか。1、アルドステロン。2、ソマトスタチン。3、グルカゴン。4、メラトニン。それでは答えの発表です。答えは1番、アルドステロンでした。腎臓の遠位尿細管や集合管でナトリウムを再吸収させます。すると循環血液量が増えて血圧が上昇します。ソマトスタチンはインスリンやグルカゴンを調整します。そしてグルカゴンは血糖値を上げるホルモンです。メラトニンは睡眠を誘導するホルモンです。血中濃度の測定にあたり食事の影響を考慮すべきホルモンはどれか。1、グルカゴン。2、メラトニン。3、コルチゾール。4、バソプレシン。それでは答えの発表です。答えは1番、グルカゴンでした。グルカゴンは血糖値を上昇させます。空腹などによって血糖値が下がるとグルカゴンが分泌されます。よってグルカゴンの血中濃度は食事に影響を受けます。メラトニンは睡眠を誘発させるホルモンです。コルチゾールは血糖値を上げるんですけども、食事の影響は受けにくいです。バソプレシンは腎臓の集合管で水分を再吸収させます。よって血小浸透圧の影響を受けます。血小浸透圧は血液中の濃度みたいなものやと思ってください。ホルモンと分泌部位の組み合わせで正しいのはどれか。1、サイロキシン副甲状腺。2、テストステロン前立腺。3、バソプレシン副腎皮質。4、プロラクチン下垂体前葉。それでは答えの発表です。答えは4番、プロラクチン下垂体前葉でした。そしてオキシトシンは下垂体後葉からです。ここごっちゃにならないように気をつけてください。サイロキシンというのは甲状腺ホルモンです。ということで甲状腺から分泌されます。テストステロンは精巣から分泌される男性ホルモンの一種です。筋肉合成に役立ちます。収縮期血圧の上昇をきたす要因はどれか。1、副交感神経の興奮。2、循環血液量の減少。3、末梢血管抵抗の増大。4、血液の粘稠度の低下。5、動脈血酸素分圧の上昇。それでは答えの発表です。答えは3番、末梢血管抵抗の増大でした。血管の壁が厚くなります。ということは血圧が上昇します。そして1番がポイントです。交感神経の興奮で血圧が上昇するんです。他の選択肢も見ておきましょう。循環血液量の増加で血圧が上昇します。粘稠度の上昇、これはドロドロの血液という意味です。ドロドロの血液の時は血圧が上昇します。交感神経の作用はどれか。2つ。1、賛同。2、精神性発汗。3、腸前動の促進。4、排尿菌の収縮。5、グリコーゲン合成の促進。それでは答えの発表です。答えは1番、賛同。2番、精神性発汗でした。精神性とかそれら含めて発汗は交感神経の作用です。
そして交感神経優位になると腸蠕動が抑制されます。排尿菌は弛緩します。そしてグルコースの合成を促進します。つまり血糖値を上げるんです。神経伝達物質と効果器の組み合わせで正しいのはどれか。 1. ガンマアミノラクサン気管、 2. アセチルコリン動向三大菌、 3. アドレナリン血管、 4. セロトニン心筋、 5. ドパミン汗腺。それでは答えの発表です。答えはアセチルコリンは副交感神経の伝達物質です。なので動向活躍筋を収縮させます。動向三大筋は交感神経優位の時に収縮します。なのでノルアドレナリンです。セロトニンはうつ病と関連します。ドパミンは統合失調症などに関わります。そして汗腺は交感神経優位の時に関わってきます。ということでノルアドレナリンですね。脂肪の合成を促進するのはどれか。1. インスリン、 2. グルカゴン、 3. アドレナリン、 4. テストステロン。それでは答えの発表です。答えは1番インスリンでした。インスリンの働きが悪くなる糖尿病では体重が減少します。そしてグルカゴンは血糖値を上げます。アドレナリンも交感神経を優位にして血糖値を上げます。テストステロンはタンパク質を合成します。分泌刺激因子とホルモンの組み合わせで正しいのはどれか。2つ。 1. レニンアンジオテンシン抗利尿ホルモン、 2. 副腎皮質刺激ホルモンコルチゾル、 3. カルシトニンサイロキシン T4、 4. 血小浸透圧アルドステロン、 5. ゴナドトロピンエストロゲン。それでは答えの発表です。答えは2番副腎皮質刺激ホルモンコルチゾル、5番ゴナドトロピンエストロゲンでした。ゴナドトロピンというのは FSH、LH の総称です。ちなみに他の選択肢です。レニンアンジオテンシンによってアルドステロンの分泌が促されます。甲状腺刺激ホルモンによってサイロキシンの分泌が促されます。サイロキシンというのは甲状腺ホルモンのことです。血小浸透圧の上昇によって抗利尿ホルモンの分泌が促されます。急性期患者の生体反応で正しいのはどれか。 1. 以下が更新する、 2. 症状の変化は緩やかである、 3. サイトカイン分泌が低下する、 4. 副腎皮質ホルモンの分泌が低下する。それでは答えの発表です。答えは1番以下が更新するでした。損傷された組織を修復しようとして骨格筋のタンパク質を使うため以下が更新します。以下というのは簡単に言いますと分解やと思ってください。この分解が更新するんです。そして急性期は症状の変化が急です。サイトカインというのは細胞の障害などの刺激が起こると全身にそのことを知らせる物質です。これは分泌更新します。そして体に障害が起こると副腎皮質ホルモン副腎髄質ホルモンの分泌が更新します。臓器と産生されるホルモンの組み合わせで正しいのはどれか。 1. 膵臓グルカゴン、 2. 副腎プロラクチン、 3. 腎臓アルドステロン、 4. 脳下垂体インクレチン、 5. 視床下部テストステロン。それでは答えの発表です。答えは1番膵臓グルカゴンでした。そしてプロラクチンを分泌するのは下垂体前葉です。アルドステロンを分泌するのは副腎皮質です。腎臓からはエリスロポイチンというホルモンを分泌します。テストステロンは精巣から分泌されます。ホルモンと産生部位の組み合わせで正しいのはどれか。1. エリスロポイチン腎臓、 2. アドレナリン副腎皮質、 3. 成長ホルモン視床下部、 4. レニン膵臓、
それでは答えの発表です。答えは1番エリスロポイチン腎臓でした。アドレナリンを分泌するのは副腎髄質です。そして成長ホルモンを分泌するのは下垂体前葉です。レニンを分泌するのは一応腎臓です。ただレニンというのは細かく言うとホルモンではないです。血糖上昇作用があるのはどれか。1カルシトニン、2プロラクチン、3バソプレシン、4アドレナリン。それでは答えの発表です。答えは4番アドレナリンでした。アドレナリンは交感神経の作用を強めるホルモンです。そして交感神経の作用に血糖値上昇があります。カルシトニンは血中カルシウム濃度を下げます。プロラクチンは乳汁を酸性するホルモンです。バソプレシンは集合管の水分を血管に戻して尿量を減少させます。そして血液の水分を増やします。交感神経系の緊張で弛緩するのはどれか。1立毛筋、2動向三大筋、3膀胱括約筋、4気管支平滑筋。それでは答えの発表です。答えは4番気管支平滑筋でした。難しいです。これは交感神経の緊張というのは交感神経が優位という状態です。そんな時に弛緩するのはどれかと聞いています。なんてややこしい。立毛筋は交感神経優位の時に収縮します。よって毛が立ちます。動向三大筋も収縮します。よって三動を起こします。膀胱括約筋も収縮して尿道をくくるので排尿を抑制します。そして気管支平滑筋、これは弛緩します。すると気管支の壁が薄くなります。その結果空気の通り道が広くなります。なので気管支拡張が起こるんです。難しいですね。ホルモンとその作用の組み合わせで正しいのはどれか。1成長ホルモン血糖値の上昇、2バソプレシン尿量の増加、3コルチゾール血中カリウム値の上昇、4アンジオテンシン2血管の拡張。それでは答えの発表です。答えは1番成長ホルモン血糖値の上昇でした。成長ホルモンは脂肪を分解して糖に変えます。なので血糖値が上がります。バソプレシンは腎臓の集合管に作用するホルモンです。尿になる予定の水分を集合管から血管に戻します。それによって尿量が減少します。血中カリウム値の低下であれば主にアルドステロンの作用です。そしてアンジオテンシン2は血管を収縮します。抗利尿ホルモン ADH について正しいのはどれか。1尿細管における水分の再吸収を抑制する。2血小浸透圧によって分泌が調節される。3飲酒によって分泌が増加する。4下垂体前葉から分泌される。それでは答えの発表です。答えは2番血小浸透圧によって分泌が調節されるでした。抗利尿ホルモンは腎臓の集合管というところに作用します。集合管の水分を血管に戻すことで尿量を減少させます。そして血液中の水分を増やします。なので血小浸透圧で分泌が調整されます。具体的には血小浸透圧の上昇によって分泌が促進されます。血小浸透圧上昇というのは簡単に言いますと血液の水分が少ない状態やと思ってください。そして尿細管における水分の再吸収を促進します。これはさっきの通りですね。そんな抗利尿ホルモンは飲酒によって分泌が抑制されてしまいます。ということは尿量が増加します。抗利尿ホルモンは下垂体甲葉から分泌されます。抗利尿ホルモンは別名バソプレシンとも言います。アンジオテンシン2の作用はどれか。1細動脈を収縮させる。2毛細血管を拡張させる。3レニン分泌を促進する。4アルドステロン分泌を抑制する。それでは答えの発表です。答えは
1番、細動脈を収縮させるでした。そして毛細血管も収縮させます。レニンによってアンジオテンシンが分泌されます。そしてアンジオテンシン2によってアルドステロン分泌が促されます。教科書ではよくレニン、アンジオテンシン、アルドステロン系でまとめられることが多いです。アルドステロンで正しいのはどれか。 1. 筋胃尿細管に作用する。 2. 副腎髄質から分泌される。 3. ナトリウムの再吸収を促進する。 4. アンジオテンシン1によって分泌が促進される。それでは答えの発表です。答えは3番、ナトリウムの再吸収を促進するでした。これによって血圧が上昇します。そしてその再吸収の場所は遠位尿細管と集合管です。アルドステロンは副腎皮質から分泌されます。そしてアンジオテンシン2によって分泌が促進されます。健常な成人において血液中のグルコース濃度が低下した時にグルカゴンの働きでグリコゲンを分解してグルコースを生成し血液中に放出するのはどれか。 1. 肝臓、2. 骨格筋、 3. 脂肪組織、 4. 心臓、 5. 膵臓。それでは答えの発表です。答えは1番、肝臓でした。グルカゴンが作用する場所は肝臓のみです。ただグルコースを保存する場所としましては骨格筋とか脂肪組織があります。そんなグルカゴンを分泌するのは膵臓です。ホルモンとその作用の組み合わせで正しいのはどれか。 1. バソプレシン、利尿の促進。 2. オキシトシン、乳汁酸性の促進。 3. テストステロン、タンパク合成の促進。 4. アルドステロン、ナトリウムイオン排泄の促進。それでは答えの発表です。答えは3番、テストステロン、タンパク合成の促進でした。そしてバソプレシンは腎臓の集合管に作用して集合管にある水分を血管に戻します。つまり水の再吸収を促します。その結果尿量が減少します。そして血液中の水分が増えます。オキシトシンは乳汁分泌の促進をします。乳汁酸性の促進はプロラクチンの作用です。アルドステロンは腎臓の集合管に作用してナトリウムの再吸収とカリウムの排泄を促進します。状態とそれによって分泌が促進されるホルモンの組み合わせで正しいのはどれか。 1. 血糖値上昇、成長ホルモン。 2. 血清カルシウム値低下、カルシトニン。 3. 尿道摂取過剰、甲状腺ホルモン。 4. ナトリウム摂取不足、アルドステロン。それでは答えの発表です。答えは4番、ナトリウム摂取不足、アルドステロンでした。アルドステロンはナトリウムの血中濃度を上げてくれるホルモンです。ということはナトリウムが不足している時に分泌されます。成長ホルモンは血糖値を上げます。ということは低血糖の時に分泌が促進されます。カルシトニンは血中カルシウム濃度を下げるホルモンです。ということは血中カルシウム濃度が高い時に分泌が促進されます。尿道の取りすぎはかえって甲状腺ホルモンを低下させます。急性期の患者の特徴で適切なのはどれか。2つ。 1. 症状の変化が乏しい。 2. エネルギー消費量が少ない。 3. 身体の恒常性が崩れやすい。 4. 生命の危機状態になりやすい。 5. セルフマネージメントが必要となる。それでは答えの発表です。答えは3番、身体の恒常性が崩れやすい。4番、生命の危機状態になりやすいでした。これはその通りです。そして症状の変化が激しいです。急速に変化します。急性期では回復するために必要なエネルギーが増えます。ということでエネルギー消費量は多くなります。セルフマネージメントが必要なのは慢性期です。ムーアが提唱した
外科的侵襲を受けた患者の生体反応で正しいのはどれか。1、障害期では尿量が増加する。2、転換期では循環血液量が増加する。3、筋力回復期ではタンパクの分解が進む。4、脂肪蓄積期では活動性が低下する。それでは答えの発表です。答えは2番、転換期では循環血液量が増加するでした。生体反応は障害期から始まります。その後転換期、筋力回復期、脂肪蓄積期に変化していきます。障害期ではアルドステロンやバソプレシンなどで尿量が減少します。これによって循環血液量を維持しようとします。また手術による出血も尿量の減少に影響します。転換期では障害期よりも循環血液量が増加します。筋力回復期ではタンパクの合成が進みます。そして脂肪蓄積期で活動性は低下しないです。ただあんまり出ないのでわざわざ覚えなくてもいいです。老化による免疫機能の変化はどれか。1、胸腺の肥大。2、T 細胞の増加。3、獲得免疫の反応の低下。4、炎症性サイトカインの産生の減少。それでは答えの発表です。答えは3番、獲得免疫の反応の低下でした。高齢者は免疫機能が低下しています。なので、あらゆる免疫の反応が低下するんです。そして、免疫機能が低下するということは T 細胞を含めて白血球全般が減少します。 T 細胞は胸腺で育ちます。そんな胸腺は萎縮します。炎症性サイトカイン、簡単に言いますと炎症を起こす物質です。加齢によって増加すると言われています。 A さん、40歳男性。入院時体重65キロ。既往歴に突起すべきことはなく、全身状態は良好である。胃がんのため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は 450ml で輸血はされなかった。術後1日、体温 37.5 度、呼吸数24回、脈拍120回、血圧 162-90、 ヘモグロビン 14.8、 SpO2-92%、 酸素吸入3リットル、尿量1時間 50ml、総部のドレーンからは少量の胆血性肺液がある。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、疼痛が強いため呼吸が浅く、離床はできない。術後1日の A さんのアセスメントで適切なのはどれか。2つ。1、体温の上昇は感染による。2、脈拍の増加は貧血による。3、血圧の上昇は麻酔の影響による。4、酸素飽和度の低下は疼痛による。5、尿量の減少は循環血液量の減少による。それでは答えの発表です。答えは4番、酸素飽和度の低下は疼痛による。5番、尿量の減少は循環血液量の減少によるでした。痛みによって呼吸が浅くなります。よって酸素飽和度が低下します。今回この人は輸血がありませんでした。よって循環血液量が減少している可能性があります。もちろん他にもアルドステロンやバソプレシンの反応で尿量が減少している可能性もあります。なのでこれは消去法で選んでいく問題です。まず体温の上昇、これは術後の生体反応の一つです。 37.5 度であればまだ生体反応の範囲内です。ちなみに関わっているのはサイトカインです。そして脈拍の増加、これは痛みなどが考えられます。ヘモグロビン 14.8 は男性にとって貧血ではないです。麻酔の影響では血圧は低下します。おそらく血圧上昇している要因は疼痛、つまり痛みだと考えられます。 A さん、55歳、男性。胃がんのため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は 300ml で輸血は行われなかった。既往歴に突起すべきことはない。入院時身長 166cm、 体重 78kg。 手術後1日、硬膜外持続鎮痛法が行われているが、
A さんは相部痛が強いため呼吸が浅く離床はできていない。この時のバイタルサインは体温 37.1 度、呼吸数22回、脈拍120回、血圧162-90、SpO2 93%、鼻カニューラ、毎分2リットル、酸素投与下、ヘモグロビン 13.8、尿量1時間60ミリ、意識生命、心音及び呼吸音に異常なし、頸静脈度調なし、下肢に浮腫なし、腸部に熱感や発赤を認めない。腹腔ドレーンからは少量の胆血性肺液があるが、脳性ではなく異臭もない。この時の A さんのアセスメントで適切なのはどれか。1、貧血のため脈拍が早い。2、疼痛のため血圧が高い。3、相部感染のため体温が高い。4、心不全のため呼吸数が多い。それでは答えの発表です。答えは2番、疼痛のため血圧が高いでした。相部痛を訴えています。なので血圧が高いと考えられます。そしてこれはどちらかというと消去法で選ぶ問題でもあります。まず、ヘモグロビン 13.8。成人男性は13未満が貧血です。なので貧血ではありません。続いて、体温。これは腸部に熱感や発赤は認めないとか、腹腔ドレーンからは少量の胆血性肺液がある。でも、脳性ではなく異臭もないという情報から感染は考えにくいです。おそらく、手術侵襲によってサイトカインが産生されたことで体温が高いと考えられます。続いて、心不全。これはですね、心音及び呼吸音に異常がないこと、頸静脈度調がないこと、下肢に浮腫がないこと、これらから心不全の症状は起きていないと考えられます。また1時間あたりの尿量60ミリもそんなに異常ではありません。なので4番も違います。よって答えは2番となります。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩の紹介お願いします。 X、旧 Twitter では毎日国試問題を出題しています。また夕方には勉強ツイートもしています。 Instagram でも毎朝国試問題を出題しています。また週4から週5リール動画でも勉強の情報をお伝えしています。来週術後合併症の動画をアップします。その時には今日やった生体反応、特にホルモンなどが関係してきますので、しっかり理解しておきましょう。そしてついでにホルモンもよく出るのでホルモンの作用も覚えておきましょう。それでは今日も見ていただきありがとうございました。